はい、今回、言及させていただきたいのは今朝、ですね北朝鮮が日本海方向に弾道ミサイル、えー、3発を発射した件。えー、そして 中国とロシアの爆撃機がですね共同で日本周辺を飛行した件に関して言及させていただきたいと思いますまずは弾道ミサイルということで北朝鮮が今朝25日ですねこれは韓国軍の合同参謀本部が発表していることなんですけど北朝鮮が今朝6時頃そして6時37分頃42分頃に平壌のスタンフィキンから日本海方向に弾道ミサイルを計3発発射したと発表があります えーこれに関してね、岸田総理などもえ意見を述べているわけだけど、これは断じてやっぱり許せるべき問題ではないかなと思うんです、世界のいわゆる平和と秩序を乱すものでありね、これに関しては、しっかりと我々は、本来であれば、しっかりとした制裁、ね追加で制裁をしていくべきじゃないのかなと思うところです。先日、北朝鮮にねえいわゆるまあ新型コロナが蔓延し始めて、 前から前にしていたと思うんだけど、ね、これに関して支援をするという話も、ね、日本が支援をするという話も出ていたんだけど、このような形で日本海に向けてね、弾道ミサイルを発射するような国に対して支援を行うのはいかがなものなのかというところなんですね。それだけの、ね、イサイルを開発発して発射するお金から自国で、 しっかりとやってくださいっていうのね思うところだと思うんだけどそれをね無償で援助するっていうのは全くもっておかしいな話なの簡単なっていうのはね多くの方々思うことかなと思います、えー、拉致被害者の問題もあり、えー、ここに関してはね、えー、断じてやっぱり許せるべき問題ではないかなっていうのはね思うところですなので我々は日本というのはまあ、戦後の外交においてはね無償援助もかなりやってきましたけどもよりしたたかにやっぱりね外交っていうのはやるべきであって、えー、援助する代わりに 何かの条件をつける、ね、これ、例えば本来であれば、えー、1965年の、ね、日韓基本条約締結のときに日本は、ね、多額の資金援助をしたわけですね、技術援助もしていった、その後25、26年代の o d への援助もしていったんだけど、それをする代わりに竹島を返してくださいというべきだったし、えー、ソ連の時代、そしてロシア、これに関しても、 えー、支援をしていったわけだから、そこのところでやっぱり北方領土を戻すための、まあ、条件として、つけていくべきだったんじゃないかなと思うところなんですね、そういったところができてこなかったのがまずおかしいし、えー、北朝鮮に対してもこれだけ日本に対して敵意をむき出してやってるわけだから、えー、しっかりと対応していく、えー、支援はしてはいけないなというのはね、思うところですえー、そして、えー、2点目としては、中国とロシアの爆撃機が、えー、日本周辺を飛行ということで、 えこれに関してですね24日、中国の爆撃機2機とロシアの爆撃機2機が日本海から東シナ海まで共同で飛行したということでその後、中国機は別の2機と入れ替わりロシア機と一緒に東シナ海から太平洋まで南下したということです。まあ、これはいわゆるね、えー、何があるかというと前から伝えさせていただいている通り、まり、あ、戦後の枠組みとして、ね、中国といわゆるそれロシアね そして北朝鮮も同じ同盟関係にありますから共同で訓練するのは当然だし 例えば、まあ、サイバー攻撃になるものもねロシアがやっている、えー、ところで中国と連携していたりすると私は思っています。えー、上海の,このロックダウンに関しても私は意図的なものがあるんじゃないのかなというのは、ねえー、非常に思うところこれは我々、例えば日本もね企業も中国から結構輸入をしているものがあるから、えー、そういう中でまあメーカーなどもねなかなかそこのところで、えー、生産ができなかったりするというのもあるのかなと、ね、思うところです。えー、バイデン大アメリカののバイデン大統領が日日本に来日してるの に合わせてという形、まあ、いわゆる警告みたいなものなのかなって思うところなんだけど、まあ、よくね、ロシアに大義があって、ウクライナとズレンスキーは、えーね、悪で、ネオナチ、ネオコンなどと言ってる、これはまさしくそのロシアと言ってることが一緒、ロシアのスパイになる人々が結構この日本にもいますから、えー、しっかりとね、我、えー、々は認識していかないといけないのかなっていうのは、ね、情報工作と行われてますからね、思うところです。 えー、もちろんね、私は思うのはね、まあ、日本、えーまあ、戦後の体制としてはアメリカに追随する形です、アメリカの反属国といっても過言ではないでしょう、えー、これに関しては日本はね、中国の尖閣諸島を狙われて、韓国に、まあ、反日の国ですから、その竹島、えー、そして北朝鮮に拉致、ミサイルの発射問題、えー、そしてロシアに北方領土を、えー、取られています。 そしてアメリカが、えー、あるわけだけど、本来であれば我々日本こそがね、えー、アメリカではなく、日本こそが世界をまとめるべきものなんだけど、そこはできてないのもあるのかなって思うんだけどね、えー、とにかく、あのー、この問題に関してはね、えー、しっかりと我々は強く、より強くなっていくべきだと思うし、えー、アメリカに対してもね、私は強く言えるようになっていくべきじゃないかなと思うと、これ日米地位協定になるものもね、本来であれば、 えー、あれは、えー、不平等条約そのものだと思っているので、そこのところ、本来の同盟というのであれば、ね、同じ名手ですからね、えー、そういったところもアメリカ、今、えーにまあね、そういったところの後期かなって感じはするんだけど、対等な同盟にするべきかなっては、ね、思うところです。いずれにしろ、この北朝鮮、えー、中国、ロシアということで、この軍事行動に関しては、えー、しっかりと対応していかないといけないのでね、まあ、今、現状としてはもちろん日米同盟は必要ではあるんだけど、 えー、我々自身がしっかりと守れるようにということも、ね、しっかりしていかないといけないのかなと思うところ、これは防衛力を高めていく、これは重要なことじゃないかなと思うところです。ということで、今回気になる問題ということで、言及させていただきました。